これ鍵盤いらなくない？みたいな 俺が通るって そこをどけって、なんか4回ともおぶり引いてくるじゃんみたいな。はい、皆さんおはようございます。ハルです。キーボーディストのゴッド先生こと、ユーサクさんをお迎えしての2本目の動画ですね。前回の動画、こちらですね。前回は、キーボードの音色について教えていただきました。ギタリストでもこういう感じでね、これぐらいの音色はしといた方が便利だよってことを教えていただきました。キーボードのことね、よく分かってない、もう僕もそうなんですけど よく分かってないなってギタリスト多いと思うので、そういった方は、ぜひ前回の動画、下の詳細欄にリンク貼っておくので、そちらの方も見てみてください。ありがとうございます。で、2本目となる今回の動画は、ギタリストとキーボーディストが一緒のバンドになったとき、まあ、一緒にやるときもあると思うんですね、たまには。そういったときに、こんなことやっちゃうと、キーボーディストは嫌がってるよ。でね、キーボーディストから見て、ちょっと嫌なギタリスト。ね、教えていただこうかと思う。なんかね、ちょっと上からっぽくて申し訳ないですけどね。そう。なので、ゆうさくさんに嫌われないためにも、僕もね、学んでいきたいと思うので、注意したいと思いますので、事前にね、教えといてください。やらかさないためにも 皆さんも一緒に勉強しましょう ということで、行きましょう こんなことをやられたら嫌だなってやつですね。どうでしょう？何かパッと思い浮かぶのありますか？そうですね。そのフレーズというよりは、僕が結構気になるのは、その音作りなんですけど、やっぱり鍵盤とギターっていうのは、まあ、どちらもこう上物になるわけですよね。なので、こう帯域が似ているわけですよ。だから、この上物の帯域のこうポジション取りみたいなことになるわけですよね。で、その時に、例えばロックにおいて、の話をするとやっぱりギターっていうのは基本的にこうローコードでね、バッキングとかすることが、必然的に多くなってくると思うんですよね。まあ、こういうなんかパワーコードだったりとかでこう、まあ、こういう感じで、まあ、この辺のね、ミッドローあたりですかね、この辺の音域で、バッキング、歪みの音色でバッキングすることが多いと思うんですけど、そうすると、鍵盤はどうするかというと、やっぱりその帯域が被らないようにですね、ちょっとこう上に逃げていくわけですね。ギターがこういうふうに、こう弾いてたとすると、例えばピアノで上の方で、まあみたいな感じでね、こう弾いたりして、その帯域の住み分けを考えて演奏するわけですよね。なんですけど、まあよくあるのがトレブルだったりとかプレゼンスですね。この辺が結構上がってたりすると、鍵盤がたとえ上に逃げてフレージングをしたとしても、そこの帯域までですね、こうギターがこうね、迫ってくるような感じになるわけですね。そうすると、その鍵盤をこうかき消しちゃうことになるわけですね。なんか、これ、鍵盤いらなくない？みたいな 俺、必要ないじゃんみたいなことになってくるわけですよ。聞こえないですね。そうです、そうです。だから、その、まあもちろんね、気持ちはわかるんですけど、トレブルとかをある程度上げた方が、弾いてる側としては、やっぱり気持ちよくなるというのはわかるんですが、どうしてもね、こう、上物が、こう、鍵盤とギターでいるときっていうのは、その、特にこのトレブルの帯域ですね、この辺を、ちょっとこう、鍵盤が入る余地を、開けていただいて、つまみのセッティングとかですね、エフェクターのセッティングっていうのを、していただくと、こちらとしてはやりやすいという感じですね。で、僕がよくやっているギタリストで、この人やりやすいなと思う人の、こう、アンプのセッティングとかをですね、こうやってこう覗いたりすると、トレーブルのつまみとかね、あんまり上げてなかったりするんですよね、やっぱり。そうすると、やっぱり鍵盤が入っていきやすい、その鍵盤が入りやすい帯域が空いてるっていうことになるので、結果的に、双方やりやすい
という感じになるかなと思います。なので鍵盤の方が言うときと、まあ本当にいないドラムベースボーカルギターだけのときと、社長その辺のハイの音作りとかは変えた方が良さそうですね。うん、そうですね。住み分けを皆さんしましょう。場所の取り合いをしちゃいけないですね。はい。なんでそこがまず1点目としてちゃんと開けといてくれよ。そうですね。で、その帯域の話でもう一個言うと、例えばバラード楽曲とかでこうピアノがメインでこうね、みたいな感じでピアノがメインでバッキングしてるとしますよね。そういう時に、まあ、さっきとちょっと、逆になるんですけど、ローを出しすぎてたりすると、やっぱりまたこのね、あの鍵盤が弾いているこのバッキングをしている帯域にまたギターのローがこう迫ってきたりすることになるので、それで、ピアノがかき消されちゃうみたいなこともあるわけですね。なので、鍵盤が下に行っている楽曲、バラード系が多いですかね、やっぱりこういうプレイをするってなるとの時はちょっとローを控えめにするとか、そういう工夫もしていただけるとすごく、やりやすいかなというふうに思います。ギターってやっぱそのミドルの帯域がまあ美味しいとことか言われるじゃないですか。なので高すぎるとことかベースみたいに低すぎるとことか、もうそういうところは出すなって僕先生がおっしゃられてます、まあ、まあまあはい、出すな出すな、うん、俺の場所を取るんじゃねえってでもね、これは、逆もしかりというか、鍵盤キーボーディストも逆にギタリストの帯域を開けてあげるっていう工夫も必要になってくるとは思うので、これはまあ譲り合いの精神って感じですよね。鍵盤もこうね、88鍵あるわけですから、もう本当に、それこそ音域で言えばギターより広いわけですよ。なのでベースの音域まで出せたりとか、ギターのコードが鳴っているこの辺の帯域ももちろん出せたりとかっていう、まあ、全部の楽器の帯域を鳴らせちゃうのが鍵盤楽器なので、その辺は僕も結構気をつけてますね。ローを出しすぎない。ギターがミッドローに行ってるときはあんまりこの辺を弾かないとか、まあ、逆に、ギターがリードを取ってるときで上に行ってるときはあんまり上の方には行かないとかっていう工夫は、キーボーディスト側もする必要があるかなと思うので、まあ、ギタリストにね、ギタリストにキーボーディストの道を開けてくれという話ではなくいや、そういう話の面白いからそうしましょう俺が通るってそこをどけってそう、そういう話ではなくて、譲り合いですね。この楽曲はギターがメインだから鍵盤はちょっとこっちに逃げようとかね、この曲は、鍵盤がメインでバッキングをしてるからギターはちょっとこっち側に行くとか、まあ、そういうその楽曲の世界観、テーマに合わせてアレンジや音作りを考えるという工夫が必要になるんじゃないかなというふうに思います。動画の途中ですが、ギターライフをより楽しみたいというあなたにお知らせです。仲間と一緒に豊かなギターライフを作っていくオンラインサロンをやってます。皆さんの疑問にお答えするオンラインレッスンや24時間質問可能なプラットフォーム、あとはズームアプリを使った交流会などなど、ギターをより楽しむ場を作っています。ぜひ動画の概要欄からリンク辿っていただいてご参加ください。だから基本的にはその上物のアレンジって僕はあの逆張りだと思ってるんですけど、一方が低いところに行くんだったら一方は高いところに行くとか、一方は白玉を弾いてるんだったら一方は刻むとかですね、コードを和音で弾いてるならアルペジオで弾くとか、そういう風にその逆張りの対比でアレンジしていくといいアレンジになるんじゃないかなっていう風に思います。まあそうじゃないパターンもありますけどね。ディープパープルみたいにもう本当にギターと鍵盤が全く同じフレーズ弾いてるとか、そういうアレンジももちろんなくはないんですけど、でもまあ基本的にはね、上物のアレンジっていうのはこう逆張りで考えるといいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。うるさくなりますよね、きっとね、同じことやるとね、帯域もかぶるし
そうなんですよね。で結局そのどっちかが聞こえにくくなってまた、聞こえないから音量も上げてみたいな音量の取り合いにもなっちゃいますし、まあ、そういうところでねなんかお互いのいいところを打ち消し合ったりしちゃうことになるので、その辺をこう考えた、アレンジをね、まあ、特にオリジナル曲の場合は、そういう風に、していくといいんじゃないかなという風に思います。他になんかこういうことを弾いてるギタリストやらなんかありますか？そうですね。あとは例えばですけどおぶりを隙間なく入れてくるとかねやりがちですよねギタリストねそう、まあ、例えばですけどそうだなこうまあ、みたいな感じで、例えばこうおぶりを入れる箇所が4回あったとするじゃないですか。はい。そしたらなんか4回ともおぶり引いてくるじゃんみたいな半分ぐらい譲ってよみたいなね俺も引きてよってそうそうそう全部入れてくるじゃんみたいなのはまあちょっと気にはなりますよねやっぱりね。うん、でもそれがあれですよね、きっと、ね、僕も、ゆうさくさんも好きですけど、ガンズーとか、スラッシュのライブとかで、そういうギタリストがいるんだったら、許せるんですね、きっとね。もちろん、もちろん、そうですね。そのリーダーというか、リードを取る人がもう完全に決まっている状態でっていうその楽曲のコンセプトがあるんだったら、もちろんね、それはいいと思うんですけど、対等な、力関係のバンドなのに、なんかギターだけめちゃくちゃおぶり入れてくるとかねそういうのはやっぱりやりづらいですよねサポートメンバーだったら我慢しますけどそう同じバンドでしょみたいなね、うん、のはありますよね。もうさっきの EQ とかねフレージングと同じですねそれもね。そう譲り合いです本当にねこれもちょっと開けておくれってそうなんですよ。全部とは言わず半分とか一箇所だけでもいいから鍵盤に譲ってくれとかねっていうのは思ったりすることはありますよね。あとはまあさっきの逆張りの話とも通じてくるんですけどやっぱりこうアプローチが似たことをずっとされたりすると、まあ、困っちゃうというかこっちがこうアルペジオを弾いてるのに、ギターもアルペジオを弾いてくるとかお互い白玉弾いてるとかね。なんかそうそうそういう風にアプローチが被ってくるとやっぱりどうしても打ち消し合っちゃうことになるのでそこはね、まあそれはこの鍵盤側も気をつける必要はもちろんあるんですけどその同じアプローチをしないように工夫してくれると、やりやすいですよね。これギタリストってなんかまあ俺だ俺だってなってたりするじゃないですか。ギターを選ぶぐらいの人種なのでね。そうですね。その性格というか、気質的なところはあると思います。なので、そこをちょっとね、周りの音をよく聞くようにして、キーボーディストは何やってんのかなとか。そうですね。気にしていただけると嬉しいですよね。で気にして、でもちろんそこに対応していかなきゃいけないので、対応するだけの技量を身につけて、相手が刻んでるなと思ったら、あ、じゃあ白玉でとか、あと音域を低い方で弾いてんな、ね、低い方で鍵盤弾いてんなと思ったら、自分は高い方何かしらフレージングできるようなものを身につけておくとか、そういう能力もね、やっぱり必要かなと思いますね。実際に、ゆさくさんが一緒にやったバンドとか、まあ、そこからでもいいんですけど、はい。こいつやられてやっていました。まあ、言いましたね。うん、それこそ昔やってたバンドなんですけど今おっしゃったように本当にこう俺がタイプのギタリストだったんですね。で、もう、まあ、まず音はでかい。あ、いやでもこれ聞いたのと聞いてないのとでは
多分だいぶ違うと思うので、うん、ちょっとやっぱ気を使えるようになると思います、僕も。そうですね。美咲さん、このぐらいで大丈夫でしょうか逆にやりづらいです、それ。食べちゃったまあね、やりづらいギタリストになって嫌われない、業界から弾き出されないように。はい、ギタリストの皆さん、僕と一緒に気をつけていきましょう。ありがとうございます。これで、全キーボーディストがやりやすくなってくれると嬉しいですね。そうですね。ゆうさくさんみたいにもやもやするキーボーディストが少しでも減るように。そうですね。我々は気をつけていきましょう。よろしくお願いします。少しでも気を使っていただけると嬉しいです。共存していけるように、ね。はい。共存していきましょう。でも僕は基本的にギタリスト大好きですから、それは伝えておきますね。でまあ、ガンズが好きとかスラッシュが好きとかね、まあ、その辺の方は優作さんめちゃくちゃ話し合うと思うので、はい、Twitter、Instagram、X かな、X、Instagram のリンク詳細欄に貼っとくので、その方もちゃんとチェックして、フォローぜひぜひしてみてください。ということで、前回に引き続き今回もね、2作目、お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、ということで皆さん最後までお付き合いありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録にぜひしておいてください。それではまた。